色上質紙とお花紙でうさぎのバレリーナを作って飾りましょう。まず型紙をダウンロードして、厚口の色上質紙にプリントアウトしてください。これを大まかに切り分けます。頭と体が一つずつ、足、手、耳が二つずつで一匹分です。これを線を残すように丁寧に切っていきます。全部切り取れたら、バレエを踊っているようなポーズに並べ替えます。位置が決まったら、糊で貼っていきましょう。顔を描きます。目は真ん中どころで少し離して描くと可愛いです。全部塗らずに白を残しましょう。鼻と口はオレンジか茶色で描きます。ピンクで頬紅を刺しましょう。バレリーナのスカート、チュチュを作ります。お花紙2枚を重ねて屏風折りにします。手で折ってもいいのですが、花子ちゃんを使うと簡単に折ることができます。これを半分に折って、先の部分を斜めに切り落とし、真ん中をホッチキスで留めます。2枚重ねになっているところを根元までしっかり開いていきます。反対側も同じように開きます。これを片側に寄せて、平らに押し付ければチュチュの出来上がりです。場所を決めたら糊で貼りましょう。これでうさぎのバレリーナの出来上がりです。耳や手足を曲げたものを使ってみましょう。チュチュを置いてみて、全体のバランスが決まったら、糊で貼っていきます。ちょっと横を向いているので、顔も横向きに描きましょう。目を閉じているような感じに描いてみました。これも丸の半分ぐらいのところに間を空けて描いて、オレンジか茶色で鼻と口、ピンクで頬紅をつけます。これにチュチュをつければ、ジャンプをしているようなうさぎのバレリーナの出来上がりです。ポーズや表情を変えていろいろなバレリーナを作ってみましょう。バレリーナができたら十五夜にダンスを踊っているように飾り付けるといいですね。